肉を買ってサンチュに包んだらちょっとあんまり肉の味がしないともったいないって気になりません？ね、井上真央です。何の話のミルクサトルです。ということで今日こちら飛んでた副賞者属する代表選手の入れ替え大量発生です。そうらしい。そう、お肉の話してる場合じゃなかったですよね。そうなのよ。これはちょっと二次予選に向けてっていうことですか、やっぱりね。まあって言いたいんだけど、まず皆さん、はい、佐野海舟、渡辺剛、細谷真央追加招集決定。わー、これはでもなんか嬉しいというかね、新鮮な気持ちにもなれますし、これ見たいっていうのは何よりありますよ、これは。そういうことです。なんで、まあ代表選出のところで確かにね、森保さんは今回は別名に採用したところはあったけれども、それプラスあれば多分きっとこういうこともやっていくだろうなっていうこともちょっと知ってもらえればと思うんで、まあいろんな話、代表の話してきますのでよろしくお願いします。楽しみだということで、ミラーカワイチやっちゃってるんで、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。はい。ってことで、まずこちらでございますと、佐野海舟、渡辺剛、細谷も3人の追加招集があったので、まあ、こんな感じのメンバー構成ということになりました。まあいろいろちゃんと言っていきましょう。正確に言うんであれば、まあ、さっきね、表紙の右側にいたような方々、みんな怪我ってことになるんですけど、そうだよね。一応、選ばれた皆さんというところからだと、浦和レッズ、伊藤敦樹、そしてスタンダードリエージュ、川辺駿、この2人が残念ながらお怪我ということで、来れなくなりました。川辺さんもか。でその代わりに鹿島アントラーズ、佐野海舟が入ってくることになりました。でそれプラス、これ、渡辺選手に関しては、元から、まあ、追加でプラスあれば、もうすぐする予定だったんじゃないかなと思いますけど、センター枠が元から3枠だったのもあり、さっきの川辺、伊藤敦樹の負傷もあったので、ヘントの渡辺剛選手が追加招集されました。なるほどね、鉄人。はい、ここまで3か月半ぐらいでもう25試合、ずっとフルタイム出場。なるほど。7カ国、8カ国行ってんのにすごいことですね。いや、すごい。これはいいね。そうですね。代表になじませてほしいですね。馴染んでいただきたい。はい。そして、最前線のところでは前田大然負傷。そして、古橋、今日5月を伝えながら、ちょっと東部のね、おけががありまして、細谷真央。いや、来ました。マテウス・サビオの相棒ですね。そうですね、柏でね。ただ、まずここちょっといろいろ複雑でですね。要はアンダー22に選ばれてたじゃないですか、細谷君は。なので、細谷君はアンダー22には帯同せず、森保ジャパンにやってきて、細谷君がいた枠には、今の横浜 F ・マリノス、上中朝日選手が入ることになります。いいじゃない、飛び級じゃない、昇級ですね、だね。そういうことですね。でも、いつ入ってもおかしくないようなポテンシャルですもんね、細谷さんはね。そうですね。あと、今回、だから、他にもいろんなこう番手表みたいなのも作ってましたけど、こちらね。ということになってたんですけど、やっぱ呼ばれたのが渡辺剛、佐野海舟、細谷真央だっていうこともあって、もう明らかに分かるなと思うのが、やっぱりこの代表は、奪える人を重用するんだなっていう。デュエルデータを持っている人が。そうですね。だから、どれだけゴール奪えるかとか、どれだけいいフィードを送れるかとかじゃなくて、相手からもうボールを奪いきれる男を呼ぶ。ああ、なるほど。どのポジションでもそれがまず第一にしてるんじゃないかなってところではありました。で、ただ、こう見るとちょっと大変なのが、あれですね、これ、ピンクで書いてる方がみんなの怪我です。いやー、こうやって見たら多いですね。多いよね。でも、だからこれ、なんでこんなに怪我が起こるのって言われたら、僕はやっぱりこれは代表と日本人の選手のレベルアップだなと思っていて、あー、なるほど。ほら、もともと皆さん、まずやっぱ、ほら、国内から、ヨーロッパ行って、ヨーロッパ行ったら代表っていうのは最近でもあったことでしたけど、しかしながら今はね、もういっぱいいらっしゃる。そう。で、だからそれで代表に。カップ戦がある。そう。ヨーロッパの。そう。だから代表に呼ばれてヨーロッパの強豪に行って、それで代表の主力になってて、また新しいベンチができてきてますから。忙しい人しか選ばれてないような感じだもんね、逆にや。そうですね。あ、そうだよね。今後ともちろん最強メンバーが来るのは基本変わらないとは思いますけど、やっぱ各ポジション2人ずつぐらいとかは、やっぱ新戦力とか入ってくるケースは二次予選でも最終予選でも、このね、このいわゆる上にこのいる方々よりか、この下のところのゾーンを拡充していくんじゃないかなとは僕は思いました。なるほどね。ってことで、この間この上の方のメンバーの番手表っていうのは作りましたけど、もう一個ちょっと作ってみたので、まさみさん見ていただいていいですか？またパワポ叩いちゃったの？叩いちゃったこちら。ドン。いわゆるその下を作ってきました。すごい。これは素晴らしい。これは興味深い。はい。はい。これ一番上に各ポジションですでにもう A 代表定着してる方々に関してはこんな何々ら何名って感じでそのポジション書いておいたので。はい。ただここの上の方々の人数足すだけで、まずは皆さん実は31人います。どういうことですか？各ポジってことね。この合計ね。在4だ5人、組み合わせたら4人とかの。そうそう。おお。だけど、それプラス下作って合計100人ぐらいの代表候補に多分していかなきゃいけないんでしょうから。なるほど。はい。ってことで、今回追加されたのが、細谷、佐野、渡辺ということになりましたと。なんで、今回はちょっと残り他のポジションでどんな方がいるんだっけってことを見ていただきながら、最後締めていきたいなと思います。もう見てますよ。我々もうずっと見てますよ、先生が喋ってないの。なるほど、なるほどって思いながら。はい。まず、キーパーのところですけど、まず今年とか前回、まず小島君は呼ばれてるっていうところが新潟のね、はい、あるから、今後も機会があったら呼ばれるケースは全然あるんじゃないかと思いますと。で、プラス、あとはフォレンダムの永田美代選手と、あとはやっぱり同じくベルギーでやってる谷君なんてのは、やっぱ出続けてる限りだったら呼ばれるケースは今後もあるでしょうと。あとは若手とかですよね。はい、やっぱり狙いたいのはとか来てほしいのは、国母レオ・ブライアン君。国母君って書いてますけどね。もうちょっと長いんでね、ちょっとね、ちっちゃく名前になっちゃいますから。はい。あとは僕がちょっと期待したのは栃木 SC。お、いいぞ。藤田和樹。いいぞ。もしかしたら今回のアンダー22で、意外とスタメン取るの野沢大志、野沢君でも、ブランドン君と、あとはもう一人、誰だっけ今ちょっとごめんなさい忘れちゃった。みたいですか？野沢君と佐々木君。佐々木君。はい。も選ばれてますけど、実は彼がってのはちょっと思うところでもあったんですね。なんか面構えがいいもんね、藤田さんってね。そうですね。なんかね。やっぱアジア競技大会一緒にこうやってきてるメンバーなんで、大岩さん的にも。はいはいはい。ちょっと一皮向けた感僕あるんじゃないかなと思ってます。はい。そしてあとはセンターバック見ていこうと思いますけど、ちょっとここはね、今ちょっと小林祐希、チェイス・アニ、角田亮太、ここ3人ちょっと呼べないかなって状態なので、渡辺、藤井、瀬古の3人の中から今回は渡辺剛だったんじゃないかなとは思いますけれどもと。ただこんなメンバーがいるのでね。いるね。まだまだいるね。だって吉田麻也だってまだまだいけますからね。そうだよね。いつだって呼べるし。いるね。いるよ。LAギャラクシーの試合見たいな。見たいよね。出てるの？出てるけどもシーズン終わりましたからね。そうなのか。そうなんでございます。そうか。はい。そしてサイドバックのとこ見ていただけたら、そもそもね、今年呼ばれてる森下君、半田君、あとは、番組の中でガシーフ君なんかもいますから、ここもいるだろうなと思うし、若手のとこでは吉永夢希選手、これがまだ高校生ですけど、彼もそうだし、あとバルサの高橋二高、そしてあと今、ハローファのセカンドで活躍してる松田颯なんかもいますから、意外と左足りないって言われてきたけど、次の時代の左はめちゃくちゃいる状態なので、なるほど。注目していただきたい。で、右もたくさんいる状態ですからね、ここはもう頑張っていただきたい。あと、ボランチすごいですね、よく考えると。本当すごいな。いや、楽しみだな。ですよね、佐野海舟もいるけど、佐野選手の1個下の世代になってくると、もう川崎颯太、藤田、ジョエル・チマがいて、すごいな。で、あとその2、3個下になってくると、今度、福井太一や松木玖生なんかもいますから、ただヨーロッパで活躍してる三沢健と伊藤亮太郎もいるし、もうピッチ幅広く使う川原颯、立花健太なんかもいますからね。いるね、これ、5ボランチが主流になってもいるね。日本には。本当そうですよね、すごいことでございます。あとは右4レーンのところで、トップ下から、あとはウイング、アタッカーのところを見ていただいても、やっぱりすでにヨーロッパで活躍されてる方、そして今、調子よく点取ってる方、そしてこれからやってくるであろう若手も結構たくさんいる状態なので、十分な量いるんじゃないと思いますけどね。いや、テンション上がりますね。今活躍してる人で言ったら、今回のね、細谷君なんかもそうですけど、やっぱ川崎の宮代君だとか、あとはやっぱり加藤睦樹選手、広島、あとは名古屋の久保藤次郎選手、あとヨーロッパに目を向ければ、例えば金子拓郎、あとはグリニクザベ、ポーランドの横田大輔なんか、めっちゃ点取りまくってますからね、このあたりも面白いかもしれないし、あと今、ルーニー監督の下でやってる三好康児。いや、学んでるんでしょ？そうなのよ。増毛法とか。ねえ。そっからかい。いやいや、薄くないもんね、まずね。まあそうだね。あとやっぱ福田、塩、佐藤圭なんて名前もあれば、やっぱゼルビア組で藤尾翔太、平川優なんて名前もありますからね。こんなところ考えると、各コーチ10人ぐらいずつ候補はいるぞと。なるほどね。わかりました。わかりました。はい。怪我人も確かにいるけれども、変わって入ってやってくる選手に目を向けて、その活躍を楽しもう。のみちゃんはもう未来を見てるよね、いつもね。いやいや、すごいワクワクさせてくれるわね、これね。素晴らしい。パワーポー、今日もゴリゴリに使っても、ナイスクレイジー。ありがとうございますね。そっから回は違うからね、先生ね。三好さん、ハゲてないから。そこ回が正しいよね。俺も何喋ってから自分で気づいてないから。私が打足だった、すみません。ありがとうございます。ということで、いっぱい教えてくれてありがとうね。ありがとうございます。ということで、ビロアカマヤ様、今やっておりますチャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。サブチャンネルもやってるよ。じゃあね、またね。またね。どうも、みるさとでした。皆さん、ありがとうございました。バイバイ。